南のベロリベトナムいただきます。ということで本日はこの一区にある 113A のドン・ダンユという通りにあるですね、こちらの豆腐カフェにやってきました。早速入りたいと思います。まずここで注文をします。ベトナム語のメニューしかあります。あと一応ちょっと英語が書いてあります。で今日はここでご飯を食べたいと思います。タムタムで2種類なんかおかずが選べるやつ、3万5000円となんで175円とかそんな感じですかね。安い。なんかこのはしごを登って2階に行きたいということで、こちらのカフェ、豆腐カフェの2階にやってきました。今回はですね、ちょっとこのカフェが歴史あるカフェということで、いろいろ調べ物もしてきたので、そちらもちょっとノートを確認しながら喋っていきたいと思います。ちなみにこれ MCB のオリジナルノートです。番組がいっぱい書いてあるベトナム戦争博物館などホーチミン市内にも、あとは口トンネルとかですね、いまだにベトナム戦争の跡が残っていて、そして観光としても、ね、見に行ける場所がたくさんあるんですけれど、その中でこちらはですね、その ベトナム戦争の名残を見れるカフェとなっております。今回私が来ているこのカフェ豆腐はですね、南ベトナム軍で、表向きは統一教会のインテリアデザイナーとして働きながら、実際は武器などを運ぶシークレット部隊にいたナムライさんという方が建てた家だそうです。ちなみにこのナムライさんが建てた家というのはホーチミン市内にいくつかあって、それを今は息子さんが、ナムライさんの息子さんが全部買い取って、もちろん本人のものではなく、その軍として動いていたので、お金は実際はなかったんですけど、建てた素敵な家たちを名前さんの死後、息子さんが買い取ってこうやってカフェにしたということです。武器以外にも手紙や人とかですね、そう、人はまあ軍人ですねを隠すために、こういう盾カムフラージュして使っていたそうなんですが、そのそれぞれの用途でその建物によって場所が違うらしくて、ここは主に書簡、手紙とかをですね隠していた場所だそうです。他にもね、本当人がもっとモザイクタイルの中に隠れるようなカフェとかもあったりするので、気になる方は豆腐カフェチェックしてみてください。そしてですね、今回ここでは絶対ランチを食べた方がいいよという話を聞いていて、なぜかというと、それはまあじゃあ来た時にまた説明したいと思います。ということで、当時の結構今レトロなカフェが流行っているので、ホーチミン自体がホーチミンにレトロなカフェって今たくさんあるんですけど、その中でもここはもう本当に戦争時代から使われていた建物なんで、ただのレトロじゃないっていうガチレトロみたいな感じです。今日のランチが出揃いました。このね、ご飯、コムタムとスンチョン、豚のポークチョップですね、豚肉と、そしてこの卵とっていう、このセットは結構割とどこのお店でもあるベトナムの定番なんですけれど、スープがついてますね。これは冬瓜のスープかな。これがね、珍しいのがこちらのキムチがついているんです。このなぜキムチがついているかというとですね、ここの豆腐はその昔韓国の軍人さんも結構利用していたらしくて、その韓国の軍人さんがキムチが好きということで、いまだにずっとキムチを出し続けているということで、ちょっとこのね、お漬物が珍しいので、ぜひこのカフェに来た方にはこのコムタムのセット、ランチセットを頼んでほしいです。これがね、3万5000円なので、とても安いリーズナブルということで、いただきます。
タレでなんか結構しっかり焼いてあるんで、すごいめっちゃ美味しいです。ただこの一番切れてほしい部分が切れてない。あ、食べたらキムチ食べよう。ちゃんと本場のキムチの味がします。日本のキムチより酸っぱいかも。だから本当に韓国のキムチ寄りな感じがします。ちなみにこのなんかタレヌクマムっていうのが甘いつけタレがあるんですけど、これをつけなくても結構お肉はしっかりすでに味がついてます。そしてこの卵見てください。とろーん、黄身がちゃんと半熟でかなりいい感じです。目玉焼きっていうかフライドエッグですね。サニーサイドアップではない。これは味がついてなさそうなのでちょっとヌクマムつけます。ご飯でしょ。味付けがお肉とかすごいしっかりしてるので程よく中和してくれる。でもうしばしご飯を食べて堪能したいと思います。ナムライさんですね。ベトナム戦争時代の。そしてここには我らがホーチミンさんがいます。ベトナムホーチミン。ということで参りまでさせていただいちゃいました。お兄さんがなんかここ入れるように教えてくれたの。はしごが暗いけど分かるかな。このちょっとこの中に入ってみますね。結構急。Ha ha ha!
にちは、三上奈美のペロリベトナムいただきます。すごいすごい登場口が長いですね。ここに隠れたりとかして、その敵が来たとか、大事な書物とかを隠していたりしたんですかね、多分。すごい、こんな普通にタンスのように見えて、このクローゼットみたいな一見ハンガーの、まさかこの下がことになってるか、多分この上とかにね、なんかそのちょっとした衣装ケースとか置いちゃえばもう分かんないですもんね。すごい、これで、これでほら地下の人とのやり取りができる。すごい、これも当時から残ってる。すごいね。You can. I mean. They have medicine or money. あ、medicine. 薬とかを中に入れて朝。すごい。確かここに。書いてあるんですよ、メディシン。すごい。ごちそうさまでした。はい、ということで今回こちらの豆腐カフェ、先ほどもね、結構サラリーマンの、この近くのサラリーマンの方ですかね、あのベトナム人の方が多いんですけど、結構みんなで団体さんでランチを食べに来たりとかもしてたので、あのパッてサクッとね来れる距離の方とか、ちょうどなんか営業回ってるついでに近くにあるって方とかはランチとかサクッと寄るのもすごくいいと思います。あとはなんかカフェタイムになるとね、かなりのんびりしてるので、まあ一人でゆっくり本とか読みに来てもいいと思いますし、カップルでも友達でも結構どこでどんな感じでも対応できるお店だと思います。特にこの歴史がすごく本当にあるので、やっぱこのベトナムの歴史とかに興味がある方とかが来てみると結構肌で感じられる部分が多いと思うので、ぜひぜひ来てみてください。営業時間は、朝の7時から夜10時までやっているそうなので、すごいですね、朝7時から10時結構長いですか、まあ、ベトナムローカルだと割とありがちな時間帯なんですかね、うん、結構長いことやっているので、まあ、朝はやっぱカフェをしに来る方が多いので、でランチ時間は結構人がいっぱいいたので、はい、ご飯を食べるのもよし、カフェをするのもよし、自分の好きな時間帯で、あのお好みの使い方をしてみてください。ということで、他に何か説明することを忘れてないから大丈夫かな、はい、今回はちょっとしっかり調べてきたんで。ということで、ぜひこのカフェ豆腐、他にも何店舗があるのでチェックしてみてください。三上奈美でした。はい。